か、カスパル。よっしゃー、全員ぶっ飛ばしてやったぜ。お前らもう経過すんなよ。猫のこと言ってんじゃないのお前。見事だったなカスパル。お、フェルディナント、今の見てたのか。おお、よかったよかった、やっと友達みたいの来た。友達でやっと来た。フルネームで呼んでくれるしな。ああ、一部始終をな。非道な行いが双方にあり、かつ和を乱した。そんな彼らには両成敗こそがふさわしい。同じ貴族として誇りに思うぞ。君はまさに貴族の鏡だ。は？貴族かどうかなんて関係ねえだろ。いや、関係あると。領民の争いを裁くのも貴族の務め。こたびの件もそれと同じではないかね。そうか？俺はそこまで考えちゃいねえよ。なんか体がうずくんだよな。いても立ってもいられねえっていう感じで。ほう、つまりだ、君は本能で行動しているわけか。それ自体は否定すまいが、もっと明確な信念を持つべきだよ。例えば私は貴族であることを念頭に置き、それにふさわしい行動を常に心がけている。持てる者が持たざる者を正しく導く、これが私の信念であり正義なのだよ。お前いっつもそういうこと言うよな。俺には小難しくてよくわかんねえや。困ってるやつがいんならそれを救えりゃいいだろ。見解の相違といったところかね。ならば自分の考えを貫いてみせたまえ、貴族としてな。だから貴族とかじゃなくてだな。お、イニグマズリーぞ。友達でもなかったな。友達というかなんというかだったな、なんか互いにどうでもいいことだけ、好きなことだけ言って去ってく感じだ、なんか。なんか、いやー、なんだな、俺の実況動画みたいな、なんか。いやうららかな陽光が僕を眠りへと誘う。何をのんきに黄昏れているんだね、リンハルト。貴族たるもの、常に気を引き締めておきたまえよ。ああ、君か。僕に何か用？たまたま通りかかっただけだ。それにしてもよく昼寝しているところを見かけるが、少しは人のために働くといい。そんなこと言われてもね、体力もないしすぐ疲れるんだよ。うん、ならば体を鍛えるのだな。鍛えればできる仕事も増えるさ。今日のところは特別にこの私が鍛えてやろう。さあ立ち上がりたまえ。正しき貴族の生き様が君を待っている。大げさだな。君はいつも全力で生きているね。エイギルはなんか夜とかスッと眠れるタイプの子に見える。会長会長っつって眠って、朝も朝早くから起きて、よし鍛錬だなみたいな感じのことやってそう。一人で言ってそう。ああ全力だとも。全力のどこが悪いというのだ。いやいや、悪いなんて言ってないって。一生懸命で前向きで、むしろ素晴らしいよ。君は働き者で皆から慕われてるし、貴族としての品格も申し分ない。そうなんだろうけどな。そうなんだろうけど、慕われてるのと好かれてるのはまたちょっと違うんだろうな、なんか違うんだな。あの人悪くはないんだけど、みたいな。よくわかっているじゃないか。私は貴族として皆を導いているのだよ。カリスマ性のなさっていうのかな。こういうのは人はすごくいいんだけど、カリスマ性なんかついてこないっていうなんかみんなが。おまけに万能で見目麗しく、それと比べたら僕なんて赤子も同然さ。あ、いや、それほどでもない。私もそうありたいと日々研鑽しているがね。紅茶や乗馬みたいな趣味もあって、君ほど貴族らしい人を見たことがないよ。そうだな、ついこの前も遠乗りに。それからもういいや。ん？リンハルト、どこへ行くつもりだ？あの、どの支援イベントも、相手がいなくなるんですけどね。エーギルの場合、終了するとみんな去ってくんですけど。貴族の中の貴族、フェルディナントに後を託して、僕は赤子らしく寝てくるよ。貴
貴族の中の貴族、そこまで言ってくれるとは。まだ変な勘違いしてるの。で、今寝ると言ったか。おい、待ちたまえ。まあこっからだよね。ナスもなんかこんな感じだったもんな。ナスも初期の頃、初期ナスまだ植えたばかりのナスの頃、そんな感じだったもんな。こっからだよな。そんな感じだな。リンハルト行くか。リンハルトとじゃあマリアンヌ行くか。見たことないよね。見たことないよね。そうだね。同盟ルートではリンハルトいなかったもんね。ああ、やっぱりな。あの紋章だったか。でも、なんで隠してるんだろう、彼女。え、気づいたの？獣の紋章について。あ、リンハルトさん、すみません、お邪魔してしまって。マリアンヌか。むしろちょうどよかったよ。え、何がですか。君、紋章を持ってるよね。調べてみたんだけどさ。なんでそんなこと。隠されると逆に気になるっていうか、持ってるでしょ。あの言わないでくれますか。マリアンヌは自分の持ってる紋章のことをよく思ってないんですよね。紋章のこと誰にも言わないでくれますか。でないと私。なんで。お願いします。父から絶対に明かさないよう言われているので、私としても皆さんに知られたくはありませんし。そうなんだ。まあ別に言うつもりはないけど、それほど隠すことなの？君の紋章抹消され。まあ隠された英雄というか。ダメです。それ以上は言わないでください。私の紋章は世間では口にするのもはばかられる、そんな紋章なんです。両親が失踪したのも私の紋章が原因でしたし、その紋章を持つ者に関わるだけでも不幸になるとまで言われているんですよ。あなたも私になんて関わらない方が。関わるだけで不幸になるって。そんな力紋章にあったら大発見だよ。それこそじっくり研究してどんな不幸が起こるのかしっかり観測しないとね。研究者だな研究者だな。そうだよね。マリアンヌはそういうのがあって人と関わるのをやめてるんだよね。なんか優しい子だったよね、そうやって。やめてください。あなたは不幸を知らないからそんなことが言えるんです。本質が優しいのはもうさ、ヒーラーであることからもう分かる通りなんだよね。失礼します。分かってない、分かってないなそっか。なんかやっぱこう貴族というもの、立場というもの、紋章というもの、そういうものに縛られてる子なんだよね、全員。それをぶち壊すのがひなか。うわ、でもそう考えるとひながやろうとしてることって、あー、やっぱ賛同できるところもあるんだな。あ、そっか、そういう感じなのか。ちょっとカスパルと一回、親友と。よ、リンハルト、また眠そうな顔しやがって、気合が足りねえぞ。騒がしいと思ったらカスパルか。君は相変わらず気合が空回りしてるね。空回りなんかしてねえって。ほら、訓練場でお前にも気合い入れてやる。いやいや、遠慮するよ。まったく、君はどんどん父親に似てくるね。あら、ご両親もご存知。まあそっか、全員役職についてるからだもんね、帝国の。昔君の父親に会った時、無理やり訓練に付き合わされそうになったのを思い出す。父親ね、軍務卿ね。あ、怖いらしいねガスパル曰く。そっか、似た感じなんだ。確かお前の親父が私の息子に何をするって激怒して喧嘩になったんだよな。親世代って出てきてないか。フェリチチは出てきてるけどフェリチチは出てきてるけど、ガスパルのお父さん出てきてないよね多分。あの二人ずっと仲が悪いよね。いい大人が全く何をやってるのか。子供はこんなに仲いいの。いっそ拳と拳で喧嘩すりゃ親父の勝ちですぐに肩がつくのにな。それはひどい勝負だな。君の父親相手に勝てる人なんてポドラ中探しても少ないよ。普通なら僕の父の方が上勢がある分
有利なはずなんだけどね、うん、ホルスト教とぶつけてみてえな。昼だけど5人いるけど背の高さは関係ねえだろ。実力差がそれほどないなら背の高い人の方が有利だろ。力で相手をねじ伏せた方が勝つ。それが喧嘩だぜ。勝負を決めるのは腕力だけじゃないさ。上背がある人は総じて手足が長いからね。リーハルと背高いもんな。手足が長いと攻撃できる範囲も広くなり脚力も増し拳や足先にも力を込めやすい。合理的というか科学的というか。さらに背が高いと体重も多く。ああまあいいや、十分分かったよね。いやさっぱり分かんねえ。手足の長さなんて近づいちまえば。近づけるならね。だからいやもう君の言う通りでいいや。なんだよお前はすぐそうやって。だったら俺が証明してきてやるよ。確か騎士団に背の高い新人が入ったよな。よっしゃあいつを任してきてやるぜ。ちょっと待って待って、話の前提で力が拮抗してたらっていう話あったろ。実力差の話は、ああまあいいか、言っちゃったし。よくわからん新人が犠牲になったな。あくさ、続くんかい。すげえな、負けたんかい。殴りも蹴りも全然当たりやしねえ。一つお利口になったなアルパス。だからそう言ったよね、喧嘩は背が高い方が有利だって。終わりか終わりか。あ、平和だったな、あ平和だったな。よかったよかったですね、よかったわ。じゃあハッピちゃん行く？いやドロテアちゃん行くか先に。少し眠くなってきたな。あらこんなところでお昼寝だなんて、風が心地よさそうですね。ドロテアか、僕に何か用なの？そうですね、用といえば用かしら。寝転んでるあなたが気になって。でもこんなところで寝るなんて貴族様には見せられない光景ですね。結構チクチク来るなドロテアちゃん。やっぱドロテアちゃん一番怖いよな。チクチク来てたもんな。でね、切り替えるロードの画面でありがとうございますっつってこう最後まで言い切れないで、やべこいつには言うんじゃなかったみたいな感じで毎回切ってきてたもんなセリフをあったもんな同盟の時。一応僕も貴族なんだ。その後亡霊になったんだもんな。知ってるよねごめんなさい、インくんって貴族っぽくないから、うん、くんとかちゃんとか呼びなんだよねドロテアさんは。人のあり方は人それぞれだよ。僕はこの生き方がいいし、まあ気取った貴族にはよくバカにされるけどね。誰の顔を思い浮かべた今、誰どこのエイギルの顔を思い浮かべた今、お互いにバカにされて悔しくないんです？自尊心が傷つけられたりリン君はしません？自尊心？そんなもの生きるのには不要さ。貴族というと何かと自尊心が高いけど、本当にあなたは変わってるんですね。リンハルと自尊心ってか好奇心だからなどっちかっていうと好奇心の塊やから。まあそうかもね。僕の父内務卿のヘブリング伯といえばわかるかな。あの人は僕と違ってものすごく自尊心が高いよ。あらそうなんだ、意外。例えば軍務卿と犬猿の仲なのは知ってる？父は実のところ軍務卿を評価してるんだ。ちゃんと実力は見てる。でも自尊心が邪魔して仲直りできない。そのせいで帝国は文官と武官も不仲さ。政治にも悪影響が出て最悪。ほんと自尊心なんか何の役にも立たないだろ。文官と武官の仲が悪いのはずっと昔からじゃないかしら。内務卿は文官の長なわけだし、勝手に頭を下げたら部下の立場もないでしょ。責任を負ってる分自尊心もなくちゃ長は務まらない気がしますよ。私はドロテアちゃんはなんか的確に現実を把握してんだよな現実主義感はあるよな。それに立場や職務に裏打ちされた自尊心は男を魅力的にすると思う。魅力的になる必要なんてある？生きる邪魔にしかならなさそうなんだけど。根本的になんかやっぱ置いてるなんかスタンスの違いが大きくあるよな。え？
魅力がないと人から見向きされなくなっちゃいません？あ、ドロテアちゃんはそこね、歌姫だったしな。そしたらずっと昼寝してられるね。楽しそうだな。え、魅力が生きる邪魔？そんなことありえるのかしら。ああ、別の価値観と触れ合うって感じなんだろうな。でもレア様がやりたかったのってそういうことなんじゃないのかな。もともとここにさ、同盟領、帝国領、王国領の子を集めて、一同に若者を集めて交流させるっていうのは、なんかちょっとそうなんかな。こうヒナがなんでここに刃を向けるのかがよくわからなかったけどな。現状やりたいことはなんかでも近しいような気はするんだけどな。みんなそんな気はするんだけどな。やっぱ闇にうごめくものソティス、歌わぬソロンがなんかやってんのかな。そういうことなのかな。ペトラ、ペトラ、ちょっと止まってくれる？はい、用ありますか？うん、君の槍を見てたけど技のつなぎ方が良くなくない？なんかコーチみたいになってる。重い振りの前の腕の動きが邪魔して槍を返すのが遅れてる。隙が大きいよ。腕の動きどれですか？右、左？右、いや両方かな。腕っていうか肘の動きもだけど。なんかサッカー部っていうバスケ部になってきたな。部活っぽくなってきたな。私わかりません。リンハルト、実演するここ願います。いや、実演はちょっと今は本読んでるし汗かきたくないな。しかし私できません。あなた見せる必要です。それともあなたできない助言口だけ言っていますか？まあまあ、まあ、なあ、そうな、実力というか体も伴えばいい、一番いいけどさ、師としてはトレーナーとかアドバイザーだからな。うーん、僕にはできないか。カスパル呼んでこようぜ、やらせてみる。でも君ならできるよ、だから言ってるし。では助言再度願うします。そうだね、うまく伝えられればいいんだけど、君たまに槍を大きく振り下ろすよね。その前にぐっと振りかぶるときに力が殺されてて止まっちゃって、振り下ろすときに無駄があるというか。振りかぶる、どのように？無駄減らす、私望みます。腕の動かし方の問題だと思うんだよね。槍の軌跡と筋肉の伸縮を計算して。軌跡、伸縮、計算。あなたの説明難解です。やはり実演頼みます。早く見せる、私学びたいです。勉強熱心だな。いや、だから実演は。カルパス呼んでこようぜ。まあ、なんか思いついたら言うから、今日は僕はもう戻るよ。うまく伝わらないって感じか。そういう感じか。リンハルト、いつも言うだけ。おお、私見返します。あれあれ、なんかあれ、あ、でもいいのか。見返すってのは 言われないようにするっていうことだから、直すってことだね。そっか、そういう意味か。珍しいな、ペトラがちょっとそういう対抗意識というか、ムっていう感じのムッコになるの珍しいな。なんか、なるほどな。アプちゃん行こうか。あヘブンモード。はあ、よくね。あ、起きた？どこに向かって行ってんの？って、何？誰？あっち、ああ、待って、よけ、うわ。どこで寝てたの？そんな空中で寝てたの？寝てて、何もないよこの空間。いった、勘弁してよ。もう寝起きに急に声かける？普通ハンモックかなんかなの？ごめんごめん、ちょっと待ちきれなくてさ。待ちきれないって、今夜明けだよ。もしかして徹夜？ああ、うん、ちょっと調べ物に夢中になっちゃってね。それで
君のことを思い出してこうして起きるのを待ってたんだ。ふーん。でハピに何の用？そうそう、聖ティモテについての興味深い文献を見つけたんだ。おー、ティモテの申しを持ってんだっけ。いや、君たちのいたあの地下区画はたまにとんでもない掘り出し物があるね。図書館、井の一番で図書館で本読んでたもんな、リハルトは。あそこに？というか、ティモテって。そう、君の持つ大紋章だよ。千年近く前に失われたはずの聖人の血脈。聖人なんだっけ？四使徒じゃなかったっけ？一説では実血のラミーヌの紋章と似た力を持っていたとされてるんだけど、どうにもそれだけじゃないみたいなんだ。獣を呼び寄せる力があったらしい。ああ、じゃあ紋章の力で獣が寄ってくんだ。獣霊媒体質というか、獣魔物媒体質っていうよりは。獣を呼び寄せるってそういうことなんだ。ほら、ここ読める？ああ、少し古い時代だから。聖ティモテは鳥や獣の声を聞き話し、その長き生を共にした。あれ、マリアンヌじゃね。あれあれ、鳥や獣の声を聞き、マリアンヌじゃねえかこれ。時に鹿に乗りの山を駆け、時に狼を呼び寄せて争いから身を守った。その吐息は夜を呼ぶ者が司った星の力を帯び、どこまでも深く。あれ、すごいね、読めるんだ。そういうことだよ。ハピの故郷じゃみんなこの字使ってたし。おー、うん、あ、まあそれで君の境遇と照らし合わせて考えてみたんだけれど、夜の眷属ミディアン、君はこの星の力が過剰に引き出されてる状態なんじゃないか。星の力、なぜかは知らないけどため息をつく時だけさ。ほう、つまり直せるとかそういうこと？ほう、ほうって。いや、それは期待しないでほしいな。言った通り文献が何もないんだ。そっか、貴族制度を仮にヒナが撤廃しても紋章っていうものは残るから、それを撤廃するにはリンハルトとハンネマンの力が必要っていうことになるんだ。リシティア作ってたもんな、ハンネマン。他の紋章のことだってちゃんとは分かってない現状で、さらに情報の少ないティモテの力を解き明かせるかって言われるとね。まあそうだよね、別に期待なんかしてないし。でも笑ってる、ちょっと嬉しそう。ちょっと嬉しそう。そっか、早くこのおっさん仲間にしねえと。このおっさん、早くこのおっさん仲間にして、この二人救わねえと。あとヒナもな、ヒナも合わせてみんな救ってやんねえとな。そっか、なるほどな。そういうエンディングってあるのっていうか、世界線切り替わることあんのかな。でもヒナ反旗翻す世界線は少なくともあるよね、多分。それに乗っていくんだろうけど、微妙に同盟編も王国編も世界違ったもんね。まあ、地下アビス戦はちょっと特殊だから置いといても、結末違ったんで、ヒナがなんか変なハガイフェリクスにね、ハガイヒナになるかどうかとか、あれ違ったもんね。